バサポルトが描いたライラック・マドレーヌ・フランソワーズ・バスポルトはフランスの植物画家である。18世紀に女性としては初めてフランスの王立植物園付きの画家を務めた。バスポルトは1701年4月28日にパリでワイン商人の娘として生まれた。最初は数奇鏡であるルイルネード・アールド・ロアン・ゲメネー付きの画家だったロベールド・セリに支持し、 セリが作った女子のための画学校で働いていた。当初は歴史画を志しており、パステル肖像画も得意であったが、安定した収入を得られる植物画に転向を考えるようになった。セリに着いた後、壮熟なデザインの際を認められて、王立植物園付きの画家だったクロード・オーブリエに指示した。1730年代初頭にオーブリエはバスポルトを 後継者としたが、契約により、オーリブへの存命中は公的な王立植物園付き画家の給与は、オーブリエが受け取ることになっていた。1742年の末に、オーブリエが亡くなり、バスポルトが公式に王立植物園付きの画家となり、1780年に死亡するまで、ここで働いた。女性として王立植物園付きの植物画家となったのは、 バスポルトが初めてであった。若い女性の肖像を王立植物園で、クロード・オブリエに支持するようになってからは、バスポルトは、カール・フォン・リンネや、ジョルジュル・イル・クレールド・ビュフォンのような植物学者たちと知り合うようになり、特にビュフォンは、バスポルトと定期的に手紙のやり取りをするようになった。リンネも、植物の分類にバスポルトの知見を利用したと考えられている。バスポルトは、 ノエル・アントワーヌ・プルーシェ神父の自然の光景に作品を提供した。また、植物学者でフランス科学アカデミーのために活動していたアンディル・イ・デュアメルという妄想からも被護を受けた。バスポルトは後に老人形作りの専門家となるマリー・マルグリーとビエロンに解剖画を教えた。ビエロンはバスポルトより19歳年下で使と弟子は非常に親しかったという。 バスポルトは、ルイ15世の娘たちに、花の絵の描き方を教えている。この頃に、ルイ15世の公め目かけであった、ポンパドゥール夫人のために、内装のためのアドバイスをしたと言われている。この他、画家のマリー・テレーズ・ロブールや、アンヌ・バラ・コステルにも、絵を教えた。1780年9月6日に没した。バスポルトの後を継いで、 オランダ出身のヘーラルト・ファン・スパー・アンドンクが王立植物園付きの画家となった。バスポルトは植物画家として最もよく知られている。花よりも植物の構造に着目する科学的アプローチを特徴とする植物の絵と呼ばれていた分野で活躍した。植物を解析して内部構造を把握し、博物画とする高い技術が評価されていた。同時代の他の画家や、 博物学者ともよく交流していた。ジャンジャックルソーから賞賛を受けたとも言われている。芸術と科学が交差するところで活動していた画家である。エングレービングやミニアチュール、メゾジントにも手を染めていた。初期はパステル肖像画も得意としていた。パステル画の力量はロザルバ・カッディエーラと比較され、カッディエーラの作品とバスポルトの作品が混同されることもあったという。 バスポルトとその弟子たちの作品の中には、後にピエール・ジョゼフ・ル・ドゥーテの作品と混同されたものも、ある。最初の詩であったロベール・ド・セリは、ロアン・スー・キ教の庇護を受けており、バスポルトにパレロワイ・アル・ヤオテル・ド・スー・ビーズにあった、オールド・マスターの絵画を紹介したと考えられる。ここで、ロザルバ・カッディエーラのような画家の作品からも影響を、受けた。 極めて活発に活動していたにもかかわらず、後世には、バスポルトの業績は見逃されがちであった。没後に書かれた、主な情報源としては、1781年の例、ネクロレッジでオームセレブでフランス、パール・ユヌ・ソシエテ・デ・ジャン・デ・レットルに入っていたルイ、ポワン・ジネド・シブリト・ジョン・カスティオンによる、ノーティスがある程度である。2011年3月から5月にかけて、 東京の三菱一号館美術館で行われたマリー・アントワネットの画家ビジェルブランカレーなる宮廷を描いた女性画家たち展ではバスポルトの花百部が展示された。ありがとうございます。